IMS アソシエーツはかつてアメリカ合衆国にあったマイクロコンピュータメーカーである。初期のマイクロコンピュータにおいて人気のあったイムサイ8080を製造を販売していたことで知られる。後にイムサイマニュファクチャリングに社名を変更した。1973年にウィリアム・ミラードによって設立されカリフォルニア州サンレアンドローに拠点を置いていた。最初の製品は 1975年に発売されたイムサイ8 0 8 0だった。子会社の一つにコンピュータ販売店コンピュータランドがあった。IMS はインフォメーションマネージメントサイエンシズの略である。IMS アソシエーツはすべての役員と主要社員に自己啓発セミナーの一つであるエアハルトセミナートレーニングの受講を義務付けた。ホーブス氏は自己実現を重視し、 役員と社員の間の大きな不一致を助長することになった、このミラードの要求が会社の没落の主な原因であると考えている。ポール・フライバーガーとマイケル・スウェインは、ファイア・イン・ザ・バレー、ザ・メイキング・オブ・ザ・パーソナル・コンピューターでタスクの実行が不可能だと認めることを不本意とする絵に誘発されたミラードの特性がイムサイの終焉の重要な要因であったと指摘している。 1972年5月、ウィリアム・ミラードは自宅オフィスとして個人事業として IMS アソシエーツを設立し、コンピュータに関するコンサルタント業を始めた。1973年に IMS アソシエーツを会社組織とした。ミラードはすぐに事業資金を調達し、いくつかの契約を獲得したが、そのすべてがソフトウェアの契約だった。IMS は 企業や米国政府などのメインフレームのユーザーに対し、高度なエンジニアリングとソフトウェア管理を提供していた。イムサイ80801974年、IMS は、ゼネラルモーターズの自動車販売店向けに1台で仕事を完結できるワークステーションシステムを求めていた顧客からの連絡を受けた。IMS は、端末、小型コンピュータ、プリンタ 特殊なソフトウェアを含むシステムを計画した。このワークステーションはハードディスクドライブに共通のアクセス権を持ち小型コンピュータで制御されることになっていた。結局、この製品開発は中止された。ミラードとチーフエンジニアのジョーキリアンはマイクロプロセッサに着目した。インテルが発表した8 8 0は IMS アソシエ c ツが最初に導入した4004と比較すると 本物のコンピュータのように見えた。イムサイ8080 80は、既存のアルタイル8800の S-100 バスを使って本格的に開発が進められ、1975年10月には、ポピュラーエレクトロニクス誌に広告が掲載され、好評を博した。IMS は1975年12月16日に、最初のイムサイ8080 80キットを出荷し、その後、 組み立て済み製品の販売へと移行した。最終的には1万7000から2万台が生産され、その後、フィッシャーフライタスの名前でさらに2500台が生産された。コンサルティング会社ではなく、製造会社になったことから、1976年にイムサイマニュファクチャリングに社名を変更した。1976年にザイログ社が Z80 を発表したことで、 8080 80マシンの優位性に終止符が打たれた。この新しいチップは命令セットが改良され、高速クロックが可能になり、オンチップディーラムリフレッシュが可能になったからである。それからすぐにイムサイの売り上げが激減したことから、1977年、ミラードは会社をコンピュータ製造会社からコンピュータ販売会社へと転換させることを決意した。 コンピュータ販売店のフランチャイズチェーン、コンピュータシャックを設立したが、既存の家電販売店チェーンラジオシャックからの抗議を受けて、コンピュータランドに名称を変更した。コンピュータランドでは、イムサイ8080 80だけでなく、アップル、ノーススターコンピュータ、クロメンコなどの他社のコンピュータも販売していた。イムサイ8080 80はそれに比べて、売れ行きが悪く、イムサイは、 オールインワンコンピュータのイムサイ VDP-80 を開発したが、これはあまり機能しなかった。多くのフランチャイズ販売店は、イムサイ8080 80などの人気を維持していた一部の製品を除き、ほとんどのイムサイ製品の販売を拒否した。コンピュータランドの拡張資金のために、イムサイ社の資産のほとんどが集奪されたことと、ミラードの注意が散漫になったことから、イムサイ社は、 テールスピンの状態に陥り、1979年10月に破産を申請した。イムサイの商標は、最終的に IMS アソシエイツ社の初期からの従業員で、会社が解散した後も、継続的なサポートを行っていたトッド・フィッシャーと、ナンシー・フライタスによって取得された。1978年10月より、フィッシャー・フライタス社の一部門として、イムサイの名前で、 コンピュータの製造が続けられた。初期のイムサイシステムのサポートは、同社によって継続されている。コンピュータランドの店舗は、IBM が1984年に8ビット以サバスを放棄するまで、IBM コンピュータの小売り店として存続した。フランチャイズの店舗は、ミラードとの法廷での争いの末に独立した。ありがとうございます。